NATO 北大西洋条約機構は14日首脳会議を開き、中国の野心的で強引な振る舞いは国際秩序に対する体制上の挑戦とする共同声明を発表しました。 NATO leaders called on China to uphold its international commitments and to act responsibly in the international system, including in space, cyber and maritime domains, in keeping with its role as a major power. ストルテンベルグ氏は、中国が欧米の安全保障への新たな脅威となると懸念を示しつつも、冷戦を始めるつもりはないし敵国ではないと付け加えました。またアメリカでロシア発とみられるサイバー攻撃の被害が深刻化しているのを受けて、サイバー防衛政策を承認したほか、多様化する安全保障上の脅威に対応する2030年までの改革案を取りまとめました。共同声明の発表後、ウクライナのゼレンスキー大統領は、NATO 首脳がウクライナの加盟を承認したとツイッターに投稿しました。NATO から正式な発表は出ていませんが、アメリカのバイデン大統領は、まずはウクライナ国内の腐敗をただすことが先決だと会見で述べました。